恩別町は北海道釧路市町管内の知らぬ家群に存在した町。町の形がミロのビーナスに似ていることから北のビーナスとしての町おこしが進められていた。2005年10月に釧路市と合併し釧路市の飛び地となる。元の町役場は釧路市役所恩別町行政センターになったアイヌ語のオムペからに由来するとされる。このほか。 にれの川を浸したことによる、音ペ、発行する、川に由来するとする説もある。串路市町西部に位置する。距離は、串路市から西に約4 5トル帯広市から東に約7 5トル長南部は太平洋に面し、人口も沿岸部に集中。北部は、丘陵、山岳。かつては1万人以上の人口を要していたが、 福路市に合併する直前の人口は2760人となり、2015年11月に2000人を割り込み、2016年3月末、の人口は1997人となった。2016年3月末時点で、居住人口が1人、以上20人未満の孤立地区は12地区。居住人口がゼロの無人地区は21地区である。 かつてはオス別炭鉱の差別炭鉱が栄えたが、現在は閉山している。かつて存在していた、教育機関自家別駅、差別駅は2019年3月のダイヤ改正で、廃止となっている。このほか町内に、オス別炭鉱弱別鉄道線があったが1970年4月、廃止された。特急スズラン号、帯広釧路間。 福路市との合併後の2011年に廃止、一般国道都道府県道林道、ありがとうございます。